ということで、それでは次の、バンドですね、ゲストバンドとなっております、お願いいたしましょう。いきます。彦坂慎一郎と上野学園サックスアンサンブルの皆さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは。昨年に引き続き、上野学園大学学生たちと、それから今年は、卒業生もちょっと混じって演奏させていただきます。もともと我々クラシックを勉強してるんですけど、アンサンブルとして、ジャズ的なものを演奏させていただきます。1曲目にお送りしますのが、江原大輔という人が作りましたインフィニティという曲の、第3楽章をお届けいたします。
ありがとうございました。次にお届けいたしますのは、都市の肖像という曲なんですけれど、ニューヨークの情景を3曲の組曲にしたものがございます。喋りながら自分で準備もするのでちょっと大変です。この作品はですね、女性の作曲家の方で、岩永千佳さんという東京音楽大学かな、卒業された方の曲なんですけど、1曲目は、オーライトついてますけど、ストリートですね、車のクラクションから始まります。2曲目は、反射する光、ビルに反射する光を表しているそうです。で、3曲目がパレード、お届けいたします。
なんだかしんみりさせてしまってすみません。毎年アウェイだなと思いながらだんだん慣れてきました。さて次にお送りしますのがあのマンハッタントランスファーで、大ヒットしましたバークリースクエアのナイチンゲール。あのアレンジはあのシンガーズアンリミテッド の, あのリーダーの方のアレンジなんだそうですよね。それを、当時流行った頃あの雑誌なんかで耳コピしたのがあの載っておりまして、それをサックスに直しただけなんですが、あの実はあのマントラ の, あの録音というのは徐々に音程がずれてきてるようで、あの絶対音感持ってる方に音を取ってくれって言ってもすんごい難しいんだそうで、あのファシャープとも外もつかないの間の音ぐらいになってるらしくて、それを解析して、ようやく譜面にしたというものを演奏します。そしてあの、そのまま続きで去年、大好評だったので今年もあのマイケル・ブレッカーのノット・エチオピアを最後に演奏したいと思っています。2曲続けてお送りいたします。
あれほど言っておいたのに。ありがとうございます。もう一回言いますね。私あの外でやってる時に譜面台が飛んでたことありますけど、あの新宿のビルの間でやった時にね、それまた同じになるよ。それはですね、あの空いてるあのクリアファイル間にやってあげて、何か面白い話ないですかね。洗濯バサミ洗濯バサミ、あの譜面くりっていうのねあるんですよね。あのジャズじゃないんで、あの譜面が頼りなんですよね我々ね。今譜面をガタガタにしたのはね、愛媛県今治出身です。タオルが有名で、あと造船ですよね。あの愛媛県から上野の学校に、中学校卒業してから単身あの上京して、女子学生会館で一人暮らしを学生会館一人暮らしじゃないね、寮母さんがいるんだけど、今年卒業したばっかりなんですけど、まあ、あの優秀な人なんです、あの譜面のあれ以外はね。大丈夫本当にやり直す。ちょうど今僕頭失敗したんでよかったなと思います。もう一度やりましょうね、せっかくだからね。お願いします。
とうございました。彦坂慎一郎&上野学園サクサンサンブルの皆さんでした。ありがとうございました。彦坂先生、お話しさせていただけます？クラシック界のサキトホンの、重鎮であられます彦坂慎一郎先生とちょっとお話をさせていただきたいと思います。こういうジャズのフェスティバルにね、クラシックのこんなビューティフルでエキサイティングな、皆さんが、ね、出演するというのはほとんどありえないと思うんですね、はい、でもすごかったですね。もう一度拍手をお願いします。皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。去年に続いて2回目になりますかしらね、はい、今日晴れてよかったんですけど、学生のあの思い出のためにちょっと、はい、連れてきてるところもありまして。なるほど、はい。昨晩もあの山の家でね、はいはい、交流パーティーで演奏していただいたんですが、先生いらっしゃらなかったですか？僕宇都宮で本番やってまして。そうですか、はい、でも生徒さん、というか教え子さん、皆さんね、立派に演奏されましたので、はい、上野学園音楽大学ね、はい、なんか歴史110年なんですって。創立1904年だそうです。あ、112年だ、そうするとね、はい、先生教鞭取られて、はい、ここを見ると作詞家は比較的新しいという。そうなんですね、もともと女子大だったので。あ、そうでしたか。女子大が僕を雇うわけがないなと思ってたんですけど、ね、10年前ですかね、共学になりまして、でいろんな楽器を増やしたんですね。そうですか、その時代からですから、はい、素晴らしいですね。去年はジャズ界のサックスの重鎮本田俊之さんも参加して。おととしですね。あ、それはおととしですね、はいはい、はい、ということは、そうですね、本田さんとは僕も長い付き合いでさせていただいてるんですけど、はい、はい、そうか、あれはおととしだったんですね、はい、そうです、そうです、はい、そして6月には私のところのジャズクラブ、はい、J でね、演奏していただいたんです。これがまたまた感動的な演奏で、はい、ありがとうございます、拍手鳴りやまずでしたね。ジャズスポットで皆さん初めて演奏されたということで、はいはい、楽しかったです、はい、その時はね、ピアノのまた上手いのがいて、そうね、ピアニストもね、カプースチンとか演奏しましたね。あ、そうでしたね、はい、はいはい、ぜひまたね、そういう夜のジャズのお店でも、ぜひぜひぜひ、なんかみんな楽しかったって言ってましたんで、またお願いいたします。はい、ではまた来年もお会いできますようにね。頑張ります。学校ですんで、メンバーが入れ替わっていくんですよね。あ、だからなるほどね、毎年毎年今日のメンバーはものすごくこう能力があるんですけど、はい、能力がこれから育っていく感じのもういっぱいいるんですけど、だからその年によって曲を選ばないとあれですよね、はい、まあ、また来たいと思います。よろしくお願いいたします。今回はというか学生さん、そして、はい、卒業生両方、はい、今回リハーサルが3日しか取れなかったので、れれれれ、ちょっと精鋭中の精鋭じゃないと無理なので、卒業生入れてました。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。小坂慎一郎さん、どうも先生ありがとうございました。梅田飛んだ上野学園でよろしくお願いします。梅田飛びましたね。ます、愛媛県宇田原市出身、はいはいはい、どうもありがとうございました。